ギフト貢献第1位たくみさんが貝殻6種ランダム0PT を送りまし略。ギフト貢献第1位たくみさんが貝殻こんばんは6種ランダム 0PT を送りまし略。バーチュアルキャストが好きな一人が来場しました。たくみさんが 800PT ニコに広告しました。ギフト貢献第1位さっちゃんさんが貝殻6種ランダムありがとうございます送り略。ギフト貢献第1位さっちゃんさんが貝殻6種ランダム 0PT を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 送り略。七子さんが貝殻6種ランダム 0PT を送りました。七子さんが貝殻6種ランダム 0PT を送りました。カスタムキャスト配信が好きな一人バーチュアルキャストが好きな一人が来略。それでは始めていきますね。今月のログインボーナスでこちらの衣装とこちらのポーズが入手可能になりました。今着ているのがこちらの衣装です。相変わらずガードが貫き通しやすいです。スカートが アップにしていきますね。ブローチは別です。
今月の衣装はこんな感じです。動画ログインでもらえるので、動画10日ログインでもらえますので、カスタムキャストを使って夕方はもらいましょう。そして昨日の配布アイテムがこちらです。こちらはログインだけでもらえます。スイカとパイナップルのヘアピンですね。そして今週の販売所はこちらです。販売所先行販売の水着は単色で、それぞれ100円、1100、それぞれ1100キャストコインで、こちらの衣装にチェンジしますね。データ転送中です。ナナシさんが貝殻6種ランダムレイビーありがとうございます。ナナシさんが貝殻6種ランダムレイピーティーを送りました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 。こちらが今週の衣装の一つです。
アップにしますね。真っ赤なのかよくわかりませんが、なぜこのヘアピンがセットなのかよくわかりませんが、この髪型もセットのものです。海水とは以上になります。今週のカスタムキャストの衣装紹介は以上になります。こちらも購入していますが、こちらは来週紹介しますね。次に、今、このイベントが開催されています。やってみますね。誰か参加してる人いるかな？
バーチュアルキャストが好きな一人が来場しました。参加ありがとうございます。次は射的やっていきますね。こんばんは。イベントのニコ生ゲームやっています。最後の一つやってみますね。これは私はほとんどダメだと思うけど。視聴者の参加がないとできないゲームですか。ダメみたいなので諦めますね。
とりあえず、これで3箇所はもらえるはずです。それでは、最後に今週の株価について。値動きの激しい週間で上がったり下がったりでした。1週間、トータルとしてはそんなに変わっていませんが、私の持ち株は少し厳しい値動きでした。計算が貝殻6週ランダム0PT ありがとうございます。イオンフィナンシャルサービスは決算発表が悪くて、決算秒の翌日は大幅に下落しました。一時的に評価額がマイナスまで行きましたが、昨日の上昇でかろうじてプラスに戻しました。今週の株価については以上です。あと4分ほどで放送終了しますね。毎週土曜日22時ごろから30分だけ配信をしています。どっちも上げているので抱いてもらえると嬉しいです。一つも上げているのでバーチュアルキャストが好きな一人が来場しました。こんばんは。ギフト貢献第1位焼肉さんが貝殻6週ランダム0PT を送りました。貝殻ありがとうございます。放送、あと2分で終了しますね。そのまま
今週先行販売の水着を着ています。それでは放送終了しますね。来てくれた方ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。僕は思う配信だけの曜日感覚。